Hello guys! My name is Shaggy Torino! Nice to meet you! はい、シャケクマです。まあということでね、謎のシャケトリーニョということで、そんなの置いといて、はい、毎日、マクドナルドのハンバーガーを全週食べていこう、イエーイ。まあ、このさタイトルいつも思ってたんだけども、毎日マクドナルドの全週食べていこうって、まるで毎日一日一日もマクドナルドのハンバーガーを、全部食べるみたいな言い回しだよね。違うよね。一日ずつマクドナルドのハンバーガーを一種類ずつ食べていこうだろうに。まあ、今更ですけども。はい、ということで、本日はなんとね、ツイッターの方で、現役のね、マクドナルドで働いている人から、今、期間限定のメニューがありますと。っていう、まあ、リプが来たんで、こうね、この動画を投稿したら。まあ、本当はレギュラーのね、メニューだけにしようと思ったんですけども、せっかくなので、その期間限定メニューというのを食べてみたいと思います。本日はこちら、クォーツラパウンダーホワイトチェダー。さあ、ということで、早速、どんなハンバーガーなのか、見ていきたいと思います。まあ、気になっちゃうよね。ホワイトチェダーってことで。まあね、クォーターパウンダーということで、昨日に引き続き、まあ、4分の1ポンド。まあ、巨大な、まあ、ビーフっていうのはわかると思うんですけども、早速見ていきましょう。こちらだー！でけー！で、バーンズがクォーターパウンダーと違う、ごま。で、見て、これ！ベーコンも入ってるでしょ？で、贅沢にホワイトチェダーチーズが入っちゃってるわけよ。2枚も。2枚も。たまんねえな、おい。じゃあ早速いただきます。うん、うまっ、うまっ、うまっ、うまいよ。開けた時にも思ったんだけど、オニオンがなんかいつもと違うんだよね。普通のオニオンじゃない。うん、でベーコンがうますぎる。なんかベーコンレタスバーガーのベーコンとまるで違うみたい。ソースがうまく絡み合ってんだね、このオニオンもベーコンにしても。オニオンにすごく味がついてるし、なんだろう、美味しすぎるんですけど。ごちそうさまでした。今日のシャケマンはここで説明しよう。シャケマンとはシャケクマがどんだけ満足したかというポイントである。ドゥルルダダン、92点。いやー、おいしかったマジで。うん、いや、これワンチャン照り焼き超えてるかな。いや、本当に美味しかった。これ食べなきゃ。そう、みんなマジで。いや、美味しかった。クォーターパウンダーといえば、まあ、クォーターパウンダー自体が結構まあ好きだったりするんだけども、クォーターパウンダー前に期間限定で、今から 2,3 年ぐらい前かな、なんかクォーターパウンダーなんかベーコントマトサラダバーガーだが、ベーコン、ベーコンじゃないか、トマトレタスバーガー、ちょっとわかんない、名前はわかんないんだけども、なんかクォーターパウンダーにもう新鮮な野菜、今新鮮かどうかわかんないけども、あのクォーターパウンダーにこう野菜がぎっしり乗ってるやつなんだけども、まあ本当は肉肉しいのが好きな俺としてはね、意外かもしれないんだけども、すごいうまくマッチしたんだよね。それがなんだろう、なんか本当のアメリカンな王道バーガー。やっぱこう本当のハンバーガーって意外とこう肉だけじゃなくて、やっぱレタスだったりトマトだったりがこううまく絡み合って、結構でかくてボリュームのあるこうむしゃぶりつきたいみたいな、そんなハンバーガーだったりすると思うんだよね。やっぱ野菜と肉って絶妙にやっぱマッチングすると思うんだよね。それがうまく表現されたハンバーガーで、これ期間限定なの、なんでレギュラー化しないのと思って、もう本当ね、その本当冬12月末ぐらい
にそれあったんですけども、まあ、マジでね週1以上で食べてた。その時はあまりにも期間限定なのがもったいなくて、今回のこのクォーターパウンダーホワイトチェーダーも本当にそのぐらいに美味しいハンバーガーですね。はい、ということで皆さんもね、今日も動画見ていただいてありがとうございます。たまらんなということで、おつくまきり、またね。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。この動画のシリーズを全部見たい方はこちらをクリック。他の動画シリーズはこの後表示されます。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんなぁ。